サビニーレ・ボーヌは、フランスブルゴーニュフランシュコンテ地域県、コートドール県南部にある人口1422人の村である。ワインのオークションで知られる、ボーヌの中心街から北西に4.5キロメートルのところにある。コートド・ボーヌ地方の北に位置する、オーリアック文化の痕跡がオランジュダニで発見されている。13世紀のオータン教は、サーペンティンという名の武道園を所有していた。 ブルゴーニュ公、ベルジー領主、首都会派修道院、マルタキ士団、ボーヌのカルメル会、ボーヌやメジエールの聖職者たちがサビニーにブドウ園を所有していた。ブルゴーニュ公、シャルルゴータン公の死後、サビニー領主となったのは、彼の娘マリーであった。サビニーが女公、マリーの側についた報復として、フランス王ルイ十11世によって、サビニー・レ・ボーヌ城は破壊された。 城は17世紀初頭に所有者となったエティエンヌ・ブイエによって復元された。エティエンヌの死後息子のジャンはメゾン・ラフィット城でマンサールが扱ったのをモデルとする大きな階段を作った。メーヌ公爵夫人が摂政オルレアン公によって宮廷を追放された後暮らしたのはこのサビニー・レボーヌ城である。初期の段階でサビニーは キャンプ場に特化した観光を始めたコミューンである参照元陰性。ありがとうございます。